ライオのテーラスは、三島由紀夫の最後の儀曲、前三幕からなる。三島文学の主題が、色濃い最後の演目として、重要な作品である。病魔に侵された、カンボジアの王、ジャヤーバルマン七世が、アンコールトムを造営し、バイヨン寺院を建設していく愛と夢の雄大な、ロマンを、月の王朝の水防を背景に描いた物語。王の肉体が崩れ去っていくに従って、 異様な完全音菩薩が完成していく様を王の精神と肉体との対比で壮大華麗に表現している。舞台所演は同年7月4日に北王子金夜主演により帝国劇場で上演された。1969年雑誌海七月総刊号に掲載され雑誌発売直後の同年6月28日に中央公論者より単行本刊行された。 文庫版は1975年8月10日に中古文庫より刊行されたが出版禁止で絶版となり現行では2002年12月刊行の決定版三島幸夫全集、第25巻擬曲後でしか読めない翻訳版は佐藤博明役で行われている第1幕西暦期限12世紀末のカンボジアのアンコール王宮第2幕から1年後 第三幕さらに一年後ライフワーク、工場の海の第3巻、暁の寺の執筆取材のために九百六十五年十月十二日に、タイのバンコクを訪れた三島は、同月二十五日からカンボジアへ旅行し、アンコールワット、アンコールトムを見学した。三島は、そのアンコールトムを見た際に、ライオーのテラスの着想を得て、熱帯の日の下に目前と座している若きライオーの、 美しい彫像を見た時から、私の心の中で、この戯曲の構想はたちまちたとったイオン寺院を建てた王が、第二かかつていたという伝説が、私の心に触れたと語っている。肉体の崩壊とともに、大画乱が完成してゆくという、その恐ろしい対象が、あたかも自分の全存在を芸術作品に移乗して、滅びてゆく、芸術家の人生の比喩のように思われたのである。 生がすべて滅び、バイオンのような無情の奇怪な芸術作品が圧倒的な太陽のもとに静寂を極めて存続しているアンコールトムを訪れた時、人は芸術作品というもののある超人的な衛星のいやらしさを思わずにはいられない。壮麗でありまた不気味であり極めて崇高であるが同時に王とを催されるようなものがそこにあった。三島幸夫。 ラオウのテーラスについてそして、三島は、持つ、ともきわしものは時として、神聖さに結びつき、持つとも悲惨なものは時として、後期と豪者に結びつくという、後期、ロマンパの作風を想起し、作品の骨子が、その晩のうちにできたが、巨大な舞台装置の条件の諸事情から上演の、機会が得られずに4年後に執筆となったと述べて、ミクロコスモスの全体性の実験は、 サド公爵夫人や我が友ヒットラーで試みたので、ライオンのテラスではマクロコスモスの全体性を実験したとしている。設定や人物造形、主題については以下のように3等は説明している。若きジャヤ・バルマン7世王は絶対にしか惹かれぬ不幸な神聖を持っていたというのが私の設定である。すなわちこの芝居はラ病の芝居ではなくて、 絶対病の芝居なのである。絶対の愛としての蛇神の娘、絶対の信仰としてのバイオン、この二つのものだけが、王にとっては、地上で必要だった。絶対の愛は、地上の女の執子を呼び、さらに第二夫人の低縮によって柔らかに模倣され、高難療養の方法で邪魔されるが、ついに第一夫人の死によって、地上の愛に侵されてしまう。一方、 絶対の信仰としてのバイオン混流は、地上の政治により、経済により邪魔されるが、それがあらゆる障害を払えつて完成されたとき、王はもはや自分の目でそれを見ることはできないのである。三島幸夫、後垣また三島は、王の悲劇は、来社の悲劇でなく、むしろ葛体が王の悲劇、あるいは王の病の本質を暴いたとし、以下のように説明している。 絶対の病気としての葛体が絶対病に犯された王の精神を完全に体現したのである。十つて、その発病は決して偶然の罹患ではなくて王の運命であった。これを癒す薬は地上に存在しない。これを最終的に癒すものは永遠不朽の美としての肉体の復元の他にありえないからである。王俗神崇拝の具現たるバイオンの意味はここにあり、 さればこそ、王の美しい肉体は、最後に、バイオンは私だ、と宣言することになるのである。三島幸夫、後書き、ライオンのテーラスは、三島の主題が、より色濃く示されている最後の戯曲として、重要な作品であり、エキゾチックで華やかな戯曲として評価も、悪くないが、それにもかかわらず、本格的な論球があまりされていない向きがある。当時の反響としては、 華麗で異様な物語、不滅の青春に対する作者の限りない憧れが、切ないほどに溢れた拡張高い娯楽作品といった新聞表をはじめ、奥の竹を、といた、孔子、磯田光一などが公表し、磯田は同時代の政治的な暗有を読むことも可能な自己否定の宿命を負った人間の極限的なドラマと解説している。佐藤秀明は、 病魔に侵された王の寺院混流は芸術家が自己の存在をかけて作品を作るのとアナロジカルな関係にあるとし、しかしながらバイオン建設を起とした精神が死んで完成したバイオンとしての永遠の肉体が不死を誇るという四季を迎えた王の前に健康な若者の王が出現するラストシーンにその逆説的関係が生かされていると解説している。辻井隆は ライオンのテラスの中の以下のようなセリフの言葉には、三島自身の戦後の心境が述べられていると考察している。今の王様にと、つては、ただこのお寺の完成だけが、お望みなのだ。そしてお寺の名も、共に戦って死んだ英霊たちの御霊を迎える、バイオンと名付けられた。バイオン、王様はあの目覚ましい戦の間に、討ち死にしていればよかったとお考えなのだらう。 三島由紀夫、ラオウのテラスなお、三島は自死の前に、恩師の清水文雄宛に送った最後の書簡で、執筆中のライフワーク、法上の海を、小生にと、つては、これが終わることが、世界の終わりに他ならないとし、この小説をバイオンに例えながら、以下のように語っている。カンボジアのバイオン人員のことを、かつて、ラオウのテラスという芝居に書きましたが、 この小説こそ私にとつての倍音でした。書いた後で一致半会の連中からとやかく批評されることに小生は大減られません。また他の連中の高加減な小説と一致と並べにされることにも大減られません。いわば増上万の限りでありませんが、三島由紀夫 清水文雄宛書館、松本徹は、雷王のテラスには、芸術語るものは、滅びるより、外はないのだということが示されながらも、その、肉体の永遠には、有意識論が踏まえられているとし、肉体の一節那の協調には、三島の敗戦前の日々の生々しい記憶への関連があると、考察している。小野雄二は、三島が、自分の全存在を芸術作品に移乗して、 滅びてゆく、芸術家の人生の比喩といった滅びに、どういった意味を読み取るかが論究の主眼になるとしながら、その滅びは宿命であり、栄光でもあったのではないかとし、三島にとってのヨンである作品は、若々しい肉体の美を理想としてかたどられていったものであり、生身の肉体の滅びと引き換えに、理想の肉体は現実のものとなるのであると解説している。 ありがとうございます。